ポータルの前に陣取っとこう、タクシーで殺してこようか、バレないように。安いらしいですよ、今高えよ、200万ってねえ。舐めすぎす、商売は。いや、需要と供給、需要と供給す、共有じゃねえす。あの、アドバイスしたんで、コンサル料ください。ポータルの前に陣取っとこう、タクシーで。で、裸の時から営業するの、うん、そう、装備着てないやつに、あれどっか行きたいとこあります。じゃあ200で送りますよって。今しかも北攻略中だから多分結構死人でそうなんだよな。殺してこようか、バレないように。やばすぎ。キルログ出るから。出てくる。あ、出るの。あ、出るか。出るか。キル渋谷春って出る。全然すいませんって嘘ついて流れ玉が当たっちゃったみたいです、ごめんなさい。名前もレッドネームになる。ちなみに俺は赤いらしい。ボドちゃんも赤かった。リドルゼ赤いな。どうもヘリタクシーです。ご用があればどこでも200スクラップでお連れしますんで。いやいや、今インフレですぐ稼げますよ、200ぐらい。そうなんだよな、まだみんな染みついてない。いや、ありますって。ヘリタクシーやってます。どこでも連れて行きますよ。連れて行きますよ。死んで帰りたい方。いくらですか？お、ありけんや。あ、200スクラップで行けます。200スクラップで好きなとこ連れてってくれるんですか？安っ！えぐっ！はい。いやでも今手持ちないからちょっと後で、はい、あ、後払いでもいいですけど。攻略しなきゃ、攻略しなきゃ、攻略、攻略しなきゃ。あと、後払いでもいいですけど、200スクラップ。200スクラップ。安いらしいですよ、今。確かにみんな裸で来るから、なんなら先払いできる。どこでも連れて行きますよ。ヘリタクシーやってます。お前、グルやろ。絶対グルだろ。コーヒー缶のヘルメット無理。いや、今手持ち、今手持ちないから。はい、使えないけど、うわ、200スクラップは安い。カナイ君にバラされた、同じトライブだよって。高えよ、200万。何、もしかして身内で。今アリケンが桜してくれてる。え、なんで200なんて一瞬で一瞬で稼げるやん。だろ、バラされてんの。価格設定考え直す方が。いやいや、200一瞬で稼げるよ。だってめっちゃ良かったわ。身内の星を突っ込みた。いや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 、悪いよ。採用もちゃんとファームしてます。完璧。口コミ荒らすぞ。ちゃんとファームしてますか。文句あります。満点の4000スクラップで買いました。え、これもでも爆発したら終わりっすよね。はい、終わりです。で、それはね、コスパ悪いわ。あ、ヘリタクシーこれ用意します。今電気系作れないかな。200スクラップって車持ってるからさ。すいません、ありがとうございました。あ、なんか、ね、ほら、いろいろまとめてほら、やっぱ下界に目を向けてくださいよ、これ。スコートの方で。いや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 、いくら持ってくれるんですか、じゃあ。え、マジで。30スクラップがあるから。いや、200スクラップだよ、200スクラップ。じゃあ、ボトカさん、アイテムが全部なくなるのと200スクラップどっちがいい？めくってみて。この熱量でやっと一人200が見つかるより50スクラップで数を送った方が絶対儲けれるっす。いいな、車。50、これね、20スクラップ。まあ俺は乗らないっすね、100だと。優しすぎ。20、まあガチで20だと客めっちゃ。島の端っこで死んだら行く。100でも1復帰だよ、1復帰。本当に頭おかしくなったのかも。50でも自分が見た目の装備で決めるべきやと思うんですよ。俺みたいな軽装のやつは20で絶対遅れるし、パソコン殴られてる。じゃあボドカさんは口がうまいしイケメンなんで100でいいですか。いや20っす。100やったらガチで送ってもらわないですよ、これね。舐めすぎす商売を。40回往復でこれの元が取れるのマジおかしいっすよ、普通に。いや、でもいや、いや、じゃあ聞いてください。墜落したらなくなるリスクあるんですよ、でも。はい。はい。いや、でもそれは安全運転やったら、え、もう、はい、いいんじゃないですか。例えば、そのドームに下ろすのやったら、ジャンクパーツは10なんだな。事前に調査して、ここら辺まで送れますみたいので、平面探してそこまで送れば、はい、安全性は確保できると思うんですよ。それはじゃあ、燃料代もペイできます？燃料代もできるんじゃないですか。いや、需要と共有、需要と共有、絶対必要な人は出てくる。いや、燃料は需要と供給数、共有じゃねえっす。車で高速化を受けんバカバカ。多分価値観がアリケンさんたちボス回りまくってもほらヘリとか買える文明だから200スクラップ、俺なら出すなで考えちゃってんすよ。いや、でも、え、でも今ファームしたら50。マジもう投資どころか投機になってきてないか、これ。距離でいいんじゃないですか。物の価格の変動が激しすぎて、端っこまではいくらかかりますよ、ここまでは何十ですよみたいので、うん、確かに。そうだよ、相手の装備見て。え、じゃあ、え、この価格が上がった後ファームしました。しました。
しました。でも今それをまだ12時から6時までみんながみんなやってるわけじゃないんですよ。そうですよ。そうですよ。説教されてるな。だからどういうこと？今まだみんなお金がない状態なんで。これはどうですか？さんに価格に30スクラッププラス使った燃料。燃料。まあでもハームうめえからなマジで。燃料っていくらなんですか？難しいよね値段の付け方が。いくらとかできなくて、作らんとないんですよ。お布施。原油とか低燃料ですね。一周で今1000か2000ぐらい稼げるっしょ。です。道路みたいなのも。あ、それやったらいけるんじゃないですか。なんか定期的に赤ドラムだけ壊れてないこととかあるんで。そうですね。あれ俺のま、何ちゃんだっけこれ。それで持ってる人が、燃料いけるよ。みたいな感じで。もう文明が燃料やったら。燃料マジであまりに余ってるから。使い道もないもんだって。確かに。普段50やけど燃料くれれば30とか20にしますよっていうのでやればいいんじゃないですか。確かにそうします。じゃあだから俺だったらハムトップで死んだら100スクラップで乗りたいもん。これハムトップで死んだら俺も100出す多分装備によっては。あ、いいいいいい、これでいきます。はい、あのアドバイスしたんでコンサル料ください。いや、もうどこでも送ってきます。1回タダで200スクラップです。コンサル料。やばすぎる。一番やばいじゃん。モノカさん。200たけって。一番下げたくせに200取るま。でも実際違うな。マイキーさん確かにってなったっすよね。いやなりましたけど、でもお客さん来てないですモノカさん。じゃあこうしましょう。じゃあこうしましょう。3回好きなとこまで送っていく。わかりました。それでいきましょう。どうですか。はい、いいです。それでいきます。ありがとうございます。コンサルでも呼んでください。値下げじゃないの、これ。コンサルっていうの。ただの値下げ講師。ただの値下げ講師。まだからでも俺らは乗らないから。このビジネスがうまくいくようにアドバイスしただけですよ。絶対最初の価格設定やと誰も乗らないです。マジで誰も乗らないっす、あれ。ボス攻略してるやつが乗らないかな。まあでも急ぎやったら来るかもっすね。それかあのボスの HP の減りを見て減り始めたらここで退去でも良さそうですね。でも俺気づいたっす、この回路か。マイキーさんどうしたんですか。はい、一回50スクラップでここでずっと座ってるんだったら多分ドラム缶叩いてるのが稼げるっす。そうなんだよな。違うんですよ、シャカさん。僕はこれで稼ぎたいんです。違います。これで稼ぎたいんです、僕は。なるほど。はい、なるほど。やめてください、そんな。気づいちゃい。気づいちゃう。すいません、それ野暮なこと言いました。失礼しました。いや、ありがとうございます。やりがい作戦。お心遣いを。確かにな、もうやめろ。じゃあ、ヘルタクシもう自分らで使った方が壊しちゃった。まあ、一回攻略で使ってみるか。稼いだ方が早いわ、確かに。だってさっき一周しただけで1000スクラップ貯まったんだよ。だって確かにね。そうじゃん。